銀南丘の胃蝶銀南丘の胃蝶は岩手県花巻市東和町東春山に生育する胃蝶の巨木である。樹齢は約510年と言われ、1931年に国の天然記念物に指定された。この木は丘部でありながら一部の枝が芽花を咲かせるという性質を持ち、学術上も有益な標本であった。しかし、1972年に、 台風の被害にあって大枝が折れるなど大きな損傷を受けたため、1973年4月に国の天然記念物の指定が解除となった。1974年、東和町は改めてこの木を町指定の天然記念物と決めている。この木は銀南、岡と呼ばれる個人所有の丘陵上に生育している。推定の樹齢は約510年と言われ、 1981年観光の天然記念物辞典によると根元の周囲は約8.80メートル目通り簡易は約7.40メートル枝張りは根元の外側から測った数値で東西両方とも約9.40メートル南方に約9.70メートル北方に約9.16メートルあり幹の内部に空洞があった 花巻観光協会公式サイトによると、1971年には、樹高32メートル、根元の周囲は9.4メートル、目通り間位は7.1メートル、枝の範囲は東西に24.5メートル、南北に21メートルを測った。私有一種の植物として知られるイチョウのオカブである、この木は、地上から約12メートルの高さから生え出た横へ一本が、 芽花を咲かせて、種子をつけるという生態を呈していた。そのため、この木は、部分的にではあるが、死ゆ同種の胃腸という様相を見せていた。その他に、多裂状や、農場のような奇形の葉を生じさせる枝もあった。植物における性の変異を示す定義において、学術上有益な標本であった。銀南丘の胃腸は1931年2月2日、 史跡名称天然記念物保存法に基づいて国の天然記念物に指定された。しかし1972年に台風の被害にあって大枝が折れるなどの大きな損傷を受けたため、1973年4月6日に天然記念物指定が解除となった。東和町は1974年12月25日に改めて銀南丘の遺町を待ち、 指定天然記念物とし、引き続いて、花巻市指定天然記念物となった。その後、2000年にも強風による被害を受けて、北西側に伸びていた大枝が折れ、さらに木のスケールは小さくなってしまった。この木を保護するため、接村部を屋根で覆って雨から防ぐなど、痛みを進行させないための対策がなされている。天然記念物、時点86ページでは、 イチョウ丘の読み方を採用しているが、本校では、野菜岩手中部ウェブサイトなどでの表記、イチョウが丘を採用した。旧東和町は、我が軍に属していた自治体で、平成18年1月1日に、ヒエヌキ軍石取屋町及び、ヒエヌキ軍大葉様町と共に、花巻市と合併し、花巻市を新設して消滅している。 人間の目の高さ付近で測った樹木の幹回りの寸法を指す。ABCDEFGHIJKL 天然記念物辞典86ページ。ABCDEFGHIJKLM 銀南岡の一応一般社団法人花巻観光協会公式サイト五感で楽しむイーハトーブ花巻2013年6月14日閲覧。 ABCDEFGHI 農業協材の際岩手中部岩手県花巻市北上市西和賀町広報市ふれあい通信2008年11月号ナンバー97農業共済の際岩手中部ウェブサイト2013年6月14日閲覧 AB 花巻市内指定文化財一覧平成22年4月1日現在花巻市役所ウェブサイト 2013年6月14日、閲覧。ABC、岩手の植物、ョウカ岩手の文化情報大辞典2013年6月14日、閲覧。ありがとうございます。